原発事故の現だいたい、ねえー、普通の家庭っていうのは難しいんですけど普通の家庭大体1ヶ月に8,000円ぐらいのまあ電気代で、まあ、1年に10万円っていう感じだったんですが、まあ、それが家庭にもよりますけれども11万円とか12万円になったとまあ言われてるわけですね。でこれはあの一般的にはですね特に原発を再開したいという人たち。 私はあの原発の再開に反対しているのはそのコストとかそういう問題じゃなくてまた絡めてからですね原発がいいとか1年1ミリシーベルトを見直すとかそういうことを言ってるんじゃなくてですね私の技術的な見解であれば原発の運転に関わる固有安全性と多重防御まあこの原理原則が破られて我々は原発をですね安全に運転するということが もう根本的にうまくいかないと、この問題とですね。今度、福島原発が爆発して初めて、その社会がですね。まだ被爆と健康について、コンセンサスが得られていないということが分かったという。二つによるわけですね。一つは、純粋に技術的なもので、地震のある国、津波なんかのある国でですね。現在の軽水炉による原子力発電所というのが。 まあ固有安全性と多重防御という基本的な安全概念に反するので反することが福島の爆発によって分かったので技術的にそれを克服してからやるべきだという技術論ともう一つは1年1ミリシーベルトという基準があったんですけれどもそれがいとも簡単に無視されたということを考えますとですね これはそのよし悪しよりかむしろですね、被爆と健康に関する社会的コンセンサスができていないと。非常にあの怖いという人と、1年1ミリシビルトンみたいな馬鹿にしたものをやるべきじゃないとかですね、従来被爆は足し算をしなきゃいけないのに、並列に比較する人がいたりですね、非常にこう日本の社会が被爆と健康に対してコンセンサスどころか、基本的な理解も していないといなとうそういうことが判明したので私なんかは原発を再開するのをやめにした方がいいんじゃないかと、まあ、言ってるわけですが原発を再開したいという人たち主に政府とか、えー、官僚ですねそれから電力会社はですね、えー、故意にに電気代を高くしてるるようにも見えるんですね、まあ、具体的に高くなった理由はですね実は今まで原発を運転してる時例えばあの原発の比率が高かったですね 九州電力なんかはですね玄海原発とそれから仙台原発が順調に動いておりまして、えー、普通、まあ、1十9円キロワットワーあたり19円ぐらいで売っていた電気をですね従っ,、ね、って、えー、九州の産業から見れば原子力発電所の順調な稼働はですね、まあ、電気代を下げるという意味で まあ非常ににに有効ででであるといいう,ふうにまあ考えててたたわわけけすすね、まあ、それに嘘も絡まってたわけです例えば、えー、原子力発電所は二酸化炭温暖化ガスを出さないといった嘘そが、まあ、正々堂々とあの言ってたわけです。これはあの原子力発電所を作る時の二酸化炭素の発電量は別の産業につけるという特別なやり方をしてたわけなんですけどこのくらい複雑になると、まあ、現在の日本社会ではもう議論ができないんですね。 でもう一つはですね、えー、と原発に出していた税金というのがあるんですねこれが大体ざっと言って5,000億円ぐらいなんです5,000億円というとですね大体原発の売上の電気代が5兆円ですから、まあ、それの10分の1、えー、つまりですね、えー、原発にでかかる費用の費用と売上とは違うんですが、まあ、ちょっとだけしか違わないので暴利、まあ、をむさぼらなければ違わないので 約大雑把に言えばですね本来原発に電力会社が出すべき金のうち1割出してるんですね。1割出してるってことはそれだけで電気代が2円下がっちゃうんですね。そういうことで原発に出していた税金がなくなるそれからもう一つは今でもこれは問題なんですが廃棄物の処理とかまあそういうのに出しているまたさらにいろいろな金を全部足しますとね だいたい1兆円ぐらい、えー、原子力発電所関係に出しているわけですねこれはあの国防費として出している意味合いもあるんですね、えー、日本は核物質を非常に持っているわけですね私が計算すると広島型原発二千発分、えー、あるアメリカの先日研究所なんかの公表している数字ですと六千四百発ということで、まあ、日本は巨大な核保有国なんですね それにミサイルを持ってるわけですね。実際上は <laughs> H2A という液体燃料型のロケットですね。これはまあこの、この前も人工衛星先駆けじゃなくて、えー、探索じゃなくて、なんかそういうやつを上げてましてね、4号をね、GPS に使っております。それからイプシロンという固体燃料型のやつもですね、上げました。これはもうそのまま ICBM。 長距離核弾頭にななるようなを測定あの運ぶことができるようなな、まあ、ロケットなんですねですから日本はロケット技術特に H2A なんていうのはですね今43機上げて42機成功してるというぐらいのですね、まあ、世界でトップクラスの信頼性を持つロケットを持ってるわけですね。まあ、これ8万メートルぐらいの高度じゃないかとあ3万6,000かなかなり遠いところまで飛べるわけですね。 それで、まあ、もちろんこのイプシロンなんか固体燃料ロケットですからいつでも軍事用用のロケットに転用できる、まあ、その上に弾道に乗せるのも相当重たいものを乗せますから、えー、核ミサイルを十分に持ってる国なんですねこれはある意味で大事なことで、えー、いろいろこれ難しいんですけど現在は日本が核を持たないでアメリカが核を持って日本は核の傘の下にいて集団的自衛権で守るっていうこういう体制なわけですね。 それでもしアメリカが日本から引いたらですね日本は直ちに核武装するだろうとアメリカも中国もロシアも思ってるわけですね。したがって日本はですね核武装しないよと言いながら核爆弾用の原料を山ほど持っててミサイル技術を開発して、まあ、これはもうみんな止められないですね。日本ぐらいの高度技術,高度技術を持ってるところが ミサイルを上げない人工衛星を上げないっていうわけにいかないんですねそれでもちょっと複雑なことをあれこれ言うようですけれども気象衛星一つにしてもですね日本が打ち上げる時はアメリカの許可がいるという情けない状態なんですが、まあ、いずれにしても、まあ、日本ぐらいの巨大な技術国になりますとですねやっぱりそういうことはやする。そうするととと日日本本がミサイル技術と核燃料を持ってる限りははアメリカは逆にですね、えー、日本から引くと 日本が核武装しちゃうのでまずいからアメリカなんかすぐ狙,狙えますからねですからアメリカは日本から引けないというそういう駆け引きの状態があるわけですね。まあ、それとちょっと、えー、電気代から離れましたけれども、うんえー、太陽光発電が、まあ、大体30円から40円ぐらいで買い取ってるもんですから、まあ、簡単に言えば4倍のコストになる太陽光発電を、まあ、電力会社が買い取ってるわけですね。 その分を電気代に転嫁するっていうのはつまり、えー、太陽光発電を天井にあの屋根につけて、えー、東京電力とかそういう電力会社に売ってる人っていうのはですね人の金を取ってるわけですよだからみんなが電気代が上がったっていうのは屋根に、うん、太陽光発電をつけて威張ってる人たち、まあ、この人たちは税金をもらって、えー、太陽光発電を作り、えー、できた高い電気を電力会社に売り 税金にしても設置する時の税金にしてもそれから売電にするにしてもですね全部自分が儲かるなんつって太陽光発電をつけた人は儲かるなんつってるんですよいや儲かった分誰が出してんのってそれ国民が出してるんですよね何倍もの金をだから電気代が全体的に高くなるわけですねですからまあ本当に原発をやめたければですね石炭火力を増やせばですねコストは安いですから石炭火力はですね それで、まあ、あの二酸化炭素が出るのでそれを心配する人もいますが、えーとまあ、私は二酸化炭素による地球温暖化はないと思ってますけどもしあるという意見をとってもですね日本は偏西風が上空をとあの、えー、通ってますから火力発電所から出たあ煙は二酸化炭素はですね太平洋上に行きます太平洋上で雨が降れば、えー、日本の東の中,中緯度太平洋はですね二酸化炭素の 溶解度が少ないでですすから1雨2雨降ればですね全部太平洋の中にたたき込まれましてそして植物プランクトンの餌になるということなんで全く問題がないわけです。つまり電気代がなぜ最近高くなったかという答えはまず原発に出していた税金をやめたことそれから何倍もする太陽光発電の買い取り制度をしていることまあそういうことによってそれでそこには原発を再開したいとか。 それから地球温暖化という日本だけが世界でやっているような偏てくな政策がですねやっぱり続いてることとまあそういうことになろうかと思います。ここにあの怖いという人と一年一ミリシーベルトンみたいな馬鹿にしたものをやるべきじゃないとかですね従来被爆は足し算をしなきゃいけないのに並列に比較する人がいたりですね非常にこう日本の社会が被爆と健康に対してコンセンサスどころか基本的な理解も していないという、そういうことが判明したので、私なんかは原発を再開するのをやめにした方がいいんじゃないかと言っているわけですが、原発を再開したいという人たち、主に政府とか官僚ですね、それから電力会社はですね、えー、故意に電気代を高くしているようにも見えるんですね。まあ、具体的に高くなった理由はですね、実は今まで原発を運転しているとき、例えばあの原発の比率が高かったですね、 九州電力なんかはですね玄海原発とそれから仙台原発が順調に動いておりまして、えー、普通、まあ、19円キロワットあワーあたり19円ぐらいで売っていた電気をですねしたがって、えー、九州の産業から見れば原子力発電所の順調な稼働はですね、まあ、電気代を下げるという意味で ま非常ににに有効ででであるという,ふうにまあ考えててたたわわけけすすね、まあ、それに嘘も絡まってたわけです例えば、えー、原子力発電所は二酸化炭温暖化ガスを出さないといった嘘そが、まあ、正々堂々とあの言ってたわけです。これはあの原子力発電所を作る時の二酸化炭素の発電量は別の産業につけるという特別なやり方をしてたわけなんですけどこのくらい複雑になると、まあ、現在の日本社会ではもう議論ができないんですね。 でもう一つはですね、えー、と原発に出していた税金というのがあるんですねこれがたいざっと言って5,000億円ぐらいなんです。5,000億円というとですねい原発の売上げの電気代が5兆円ですから、まあ、それの10分の1、えー、つまりですね、えー、原発にでかかる費用の費用と売上げとは違うんですが、まあ、ちょっとだけしか違わないので暴利、まあ、をむさぼらなければ違わないので。 約大雑把に言えばですね、1割は国から出してるんですよ。本来原発に、電力会社が出すべき金のうち1割出してるんですね。1割出してるってことは、それだけで電気代が2円下がっちゃうんですね。まあ、そういうことで、原発に出していた税金がなくなる。それから、もう一つは今でもこれは問題なんですが、廃棄物の処理とか、まあそういうのに出している、またさらにいろんな金を全部足しますとね、大体1兆円ぐらい、 原子力発電所関係に出しているわけですねこれはあの国防費として出している意味合いもあるんですね、えー、日本は核物質を非常に持っているわけですね私が計算すると広島型原発2000発分、えー、あるアメリカ、えー、原発にでかかる費用の費用と売上とは違うんですが、まあ、ちょっとだけしか違わないので、まあ、防理を貪らなければ違わないので 約大雑把に言えばですね、1割は国から出してるんですよ。本来原発にあ、電力会社が出すべき金のうち1割出してるんですね。1割出してるってことは、それだけで電気代が2円下がっちゃうんですね。まあ、そういうことで、原発に出していた税金がなくなる。それから、もう一つは今でもこれは問題なんですが、廃棄物の処理とか、まあそういうのに出している、またさらにいろんな金を全部足しますとね、大体1兆円ぐらい、 原子力発電所関係に出してるわけですね。これはあの国防費として出してる意味合いもあるんですね。えー、日本は核物質を非常に持ってるわけですね。私が計算すると広島型原発2,000発分、えー、あるアメリカの戦術研究所なんかの公表している数字ですと6,400発ということで、まあ、日本は巨大な核保有国なんですね。それにミサイルを持ってるわけですね。実際上は <laughs> H2A という液体燃料型のロケットですねこれはまあこの,この前も人工衛星先駆、えー、けじゃなくて、えー、探索じゃなくてなんかそういうやつを上げてましてね4号をね GPS に使っておりますそれからイプシロンっていう固体燃料型のやつもですね上げましたこれはもうそのまま ICBM 長距離核弾頭になるようなを測定あの運ぶことができるような まあ、ロケットなんですねですから日本はロケット技術特に H2A なんていうのはです、ね、今43機上げて42機成功してるというぐらいのですね、まあ、世界でトップクラスの信頼性を持つロケットを持ってるわけですね、まあ、これ8万メートルぐらいの高度じゃないかとあ3万6000かなかなり遠いところまで飛べるわけですねそれでまあもちろんこのイプシロンなんか固体燃料ロケットですからいつでも軍事用のロケットに転用できる。 その上に弾道に乗せるのも相当重たいものを乗せますから、えー、核ミサイルを十分に持ってる国なんですね。これはある意味で大事なことで、えー、いろいろこれ難しいんですけど現在は日本が核を持たないでアメリカが核を持って日本は核の傘の下にいて集団的自衛権で守るっていうこういう体制なわけですね。それでもしアメリカが、えー、日本から引いたらですね 日本は直ちに核武装するだろうとアメリカも中国もロシアも思ってるわけですね。したがって、えー、日本はです、ね、核武装しないよと言いながら、えー、核爆弾用の原料を山ほど持っててミサイル技術を開発して、まあ、これはもうみんな止められないですね。えー、日本ぐらいの高度,技術高度技術を持ってるところが、えー、ミサイルを上げない人工衛星を上げないっていうわけにいかないんですね。 それでもちょっと複雑なことをあれこれ言うよううそういうことが判明したので私なんかは原発を再開するのをやめにした方がいいんじゃないかと言っているわけですが原発を再開したいという人たち主に政府とか官僚ですねそれから電力会社はですね、えー、故意にに電気代を高くしてるるようにも見えるんですね。まあ、具体的に高くなった理由はですね実は今まで原発を運転している時 例えばあの原発の比率が高かったですね、えー中あのえっと、九州電力なんかはですね、原界原発とそれから仙台原発が順調に動いておりまして、えー、普通、119、まあ、円、キロワットワーあたり19円ぐらいで売っていた電気をですね、15円ぐらいまで下げることができるようになったわけですね。従って、えー、九州の産業から見れば、原子力発電所の順調な稼働はですね、まあ、電気代を下げるという意味で、 まあ非常ににに有効ででであるという,ふうにまあ考えててたたわわけけすすね、まあ、それに嘘も絡まってたわけです例えば、えー、原子力発電所は二酸化炭温暖化ガスを出さないといった嘘そが、まあ、正々堂々とあの言ってたわけです。これはあの原子力発電所を作る時の二酸化炭素の発電量は別の産業につけるという特別なやり方をしてたわけなんですけどこのくらい複雑になると、まあ、現在の日本社会ではもう議論ができないんですね。 でもう一つはですね、えー、と原発に出していた税金というのがあるんですねこれはたいざっと言って5,000億円ぐらいなんです。5,000億円というとですねい原発の売上げの電気代が5兆円ですから、まあ、それの10分の1、えー、つまりですね、えー、原発にでかかる費用の費用と売上げとは違うんですが、まあ、ちょっとだけしか違わないので暴利、まあ、をむさぼらなければ違わないので。 約大雑把に言えばですね、1割は国から出してるんですよ。本来原発にあ、電力会社が出すべき金のうち1割出してるんですね。1割出してるってことは、それだけで電気代が2円下がっちゃうんですね。まあ、そういうことで、原発に出していた税金がなくなる。それから、もう一つは今でもこれは問題なんですが、廃棄物の処理とか、まあそういうのに出している、またさらにいろんな金を全部足しますとね、大体1兆円ぐらい。 原子力発電所関係に出してるわけですねこれはあの国防費として出してる意味合いもあるんですね。えー、日本は核物質を非常に持ってるわけですね。私が計算すると広島型原発2,000発分、えー、あるアメリカの戦術研究所なんかの公表している数字ですと6,400発ということで、まあ、日本は巨大な核保有国なんですね。それにミサイルを持ってるわけですね。実際上は <laughs> H2A という液体燃料型のロケットですね。これはまあこのこの前も人工衛星